あ、久々に昼間ですね。なんかやっぱ昼間いいな。じゃあこれから車を奪いますか。自分の愛車もあるけどなんかあんま使いたくない。車を奪おう。でも自分家の近くっていい車がない、いい車が来ないんですよね。やっぱここ貧困層のこの住宅なんですかね。なんかここボロそうな車だな。こんなのいらないな。ハマーっぽい車もいらないな。なんか来ないかな、スポーツカーとか。これ盗もう。なんかちょっとヴィンテージな。え、すげえ、ドアノブつかんだ。このゲームやっててなんか凶暴性増すとか、やば、そういう風に言われてますけど、なんか私実際の運転とかめちゃくちゃ慎重になりましたね。ちょ、これ慎重になりますよ。怖いですよ結構。なんか暴走運転とか交通ルールにのっとってない運転をするとだいたい事故しますからね。やばやばやば、絶対ぶつかりますよね、こう暴走すると。でも怖くてブレーキ踏みたくなりますからね。あとバイクはなんか跳ねたくないんですよね。生々しすぎますからね。やっぱみんな危ないから止まってくれますよね、無謀運転すると。今みたいに。でこのゲームやっぱ山手というかダウンタウンから離れるとなんか高級車率が高くなるんですよね。この辺から高級車率高いかな。あれ、なんか今日いないな。アップタウンの方に来たから高級車いるのかなと思ったら、あ、ここの駐車場なんかいい車ありそうですよ。なんかありましたね。これ行きますか。セキュリティになってますね。ハイパフォーマンスカー盗めました。じゃあこれから暴走を始めます。どこか峠道行こうかな。峠道行きます。峠を人の車、盗んだ車で攻めます。ハイパフォーマンスカー、でもぶつかりましたよね。危な危な危な。当然パッシングしますよね。パッシングライトつけますよね。おっと、危な。やってやっちゃった。あ、対向車線にはみ出てるな。こっから下り坂、結構怖い。今抜いて、あ、危ない危ない、うわ、あ、めっちゃ怖い。え、何今の。あれ、車も壊れてるし、あの人もドライバーも死んでるんじゃないですか。ゲームシステムは死亡判定しなかったですけど。なんだ今の、めっちゃ怖い。怖いな、やっぱし。なんかこの自転車跳ねたくないな。なんかマウンテンバイカー、ダウンヒルてか、どう、普通の舗装路に復帰したいな。あー、めっちゃ怖かった今。車は壊れちゃってるのかな、ダメージ。やばい、危ない危ない危ない。これなんかいかにもアメリカの広大な景色って感じですよね。峠道上がります。これさっきの峠道かな。やっぱ下りは怖いですね。
実際さっきみたいに落ちたら死にますよ。ゲームではガンガンに飛ばしていいですけど、実際の世界っていうかこのゲームで飛ばせばこの怖さ分かります。あ、全然曲がらない、曲がらないですよね。スピード出すとこのアンダーステア現象ってあるんですよ。ハンドルをどれだけ切って気合で切っても車は前に進む、それ曲がらない。大体の事故スピード出しすぎって軽く言われますけど、アンダーステア現象っていう、日本語でなんていうのかな、横文字ですよね。アンダーステアって日本語でなんていうのかな、わかんないですけど、とにかくこれ切ったハンドルより車が曲がらないという、そういう現象なんですよね。おった、声出ちゃうな。なんか罵られてるの当たり前か。夕方になりました。抜きます。あっと、ああなるんですよね。カーブはちゃんとスピードを落とさないと曲がりきれないです。これから盗もうかな。盗みました。コルベットっぽいですね。早いな。ブレーキ。てかぶつかってるし。わ、早。めっちゃ早い。めっちゃ速いし、なんかこの車ハンドル切ればなんか食らいついてくれますね。いや車によってなんですよね。いい車ほどスピード出してもそのハンドルが切れるアンダーステアっていう現象が出ない、そうらしいんですよね。怖いって言えば怖いですけどね。あ、でもこれの曲がる、あっ、危ない、ごめんなさい、バイク跳ねちゃいました。今日このゲームだけで何人人に被害を与えてるんだろう。やっぱこのゲームやると、実際の運転慎重になりますよ。あれですよ、教習所で見せられるビデオ、いや、ホラービデオみたいなの、あれを何回も再現する感じですよ。やばいことして事故るみたいな、それを自分でやって事故する。やばやば、もうまともに道路走ってないですからね。いや怖いですけど、ちょっとアクセル踏みっぱなしします。あ、怖っ。なんかほんとドキッとしますよ。なんか知らないけどすごい怖い。アクセル全開ですよ。しかもいつの間にか緩めてるんですよね。いや、実際じゃ死んでますよね。あんなクラッシュしたら
やばい、あ、ほら。対処できないですよ、あんなの。これもう前のの事故とかに対応できないですからね。高速での飛び出しとか。今の何って感じですよ。もう自分自身何やってるか分かんないですからね。頭の中判断できてないですよ。危なっ。本当怖いですよ。あ、風車が見える。あ、ランプへ降りた。どこだここ。あ、それまた別の、ほんとランプウェイか。やっぱこのゲーム安全運転になりますよ。だからゲームの中ちょっとどんどんガンガン飛ばして、どんな怖いことが起こるか再現してみてくださいよ。怖いですから、これだけリアルに再現されてると。スピードを出すと車も思い通り動かないし、自分自身も見落としがある。前方不注意とか起こるんですよね。しっかり見てても、しっかり見てないですけどね。スピード出した状態で急ハンドル切ると車は暴れます。おかしい動きします。降りえやば、こうなるんですよね。本当怖いですよ。もう車めちゃくちゃ、車めちゃくちゃです。あ、赤信号無視だ。あ、すごいな。今あのくるっと回ってぶつかるのがオーバーステアって現象なんですよね。あの綺麗な橋だ。これよく下から見てた橋かな。まず逆走しちゃったわ。どこ入ったかと思ったら対向車線。絶対ありえないですけどね。お、ようよく出たな、あの今の。なんだこれ。もう倒れてたわけじゃないのか。車変えました。車変えたのに、うわすげえ。
こっちの車線に戻ろう。無謀運転はダメですね。怖いです。でもこのゲームようできてますよ。いろいろできるゲームですけど、この運転してるだけでも楽しいですからね。危ない。やっぱバイク嫌だな。バイク怖い。トンネル入りました。あ、なんかすごいスポーツカーがいましたよ。あれ欲しいな。あれが欲しい。やば。走行中の車を盗むのも大変ですね。グズグズしてる、グズグズしてると行ってしまう。バカ、ボタン間違えました。走行中に出てしまいました。ということで今日は終わります。ゲーム中で怖い運転すると実際運転怖くなると思います。だからゲーム中は暴走運転してみましょう。どうなるかわかります。必ず死にますからね。